剣。白黒3対ヘブリューさん。まずは大パンチ、大系のスカリはしっかり見ている昇竜拳。さあこれは読んでいかない、しかし引き中パン、後ろ中パンチが当たらなかった。舞台行こうとして八景からの砲翼戦炸裂。さあ危ない行動はしない、大足のスカリに勝ち大パンを差し返す。さあヘボリューさん、これは動きづらそうだ。大足、大足、しゃがみ中盤置いてブロッキングから直接昇竜拳、昇竜拳 PA で攻撃力上げて、さあ投げと見せかけて昇竜拳、しかしこれはガードされていた。八景体育、さあどうヘボリューさんが崩していくか。さあ噛み合ったか、中足ヒット確認、捕獲戦いかない。さあ空内が見えた、行く薩摩式で交差して予想客、大足見ていた、スカリに砲翼戦、危険な動きはしません。白黒さんがまずは一本選手。さあヘボリューさん、ここでどう動きを変えるか、またプランの変更修正が求められるとは思いますが、さがみ中キックで追い払っていきます。中パンチ、中パンチ、発見、来るところには置いてある技が当たる、綺麗な地上戦。ダイヤ当てて、さあここからやりに行きたい、中足、中足砲翼戦、なんて硬いんだ。ここは殺中剣、これはブロッキーしている、しかし火山衆で空中くらいのケアもしていますね。ダッシュダッシュ、さあ端っこ追い込んで投げて、ここから絶対に逃がしたくない、しかし入れ替えられてしまう、投げて画面端けど、なんかすごい当たり方してる。動いたところに中大波動縮地内、家で攻撃力上げて投げを抜ける、歩いてくぐって投げ、中大 EX 波動拳が当たって投げに行ったら EX スピニングバードキック、無敵技バックステで投げを避けて大足。さあチュンリーの体力あと少し、しかし砲翼戦があるから何も油断ができない、警戒レベルマックスで動いていきたい。さあカラージャンプ大昇竜拳、ここでらしさ見せていく。おお、ヒヤッとする、うわ危ない、歩いて膝、ここでもしっかり確認している、裏はガードして裏になってる、シップ陣内客、しかし表裏、裏くーあっくーっ、どっちが決めるのか、あっと行ってしまった、これは膝から砲翼戦。じゃあ冷静だった白黒さんの勝利。